1789年7月、バスティーユ牢獄の破壊にその端緒を開いたフランス大革命は、有史以来人類の成した最も大きな歩みの一つであった。その共感は生まれいずる者の産声であり、その恐怖は新しい太陽に対する幻惑であり、その血潮は新たに生まれいでた赤子の産湯であった。そしてその赤子を育つるに偉大なる保母がなければならなかった。一挙にして共和制を覆して帝国を立て、民衆の声に薫るに皇帝の命令をもってし、全ヨーロッパ大陸に慰霊したナポレオンは、実に自ら知らずしてかの赤子の保母であった。偉人の痛ましき運命の矛盾である。帝国の名のもとに赤子はおもむろに育っていった。やがて彼が青年に達するとき、その保母はワテルローがなければならなくなった。自由とナポレオン、外観上相反するその二つは、実は一体の神に祀られるべき運命にあった。フランスの民衆はその前に帰敗した。彼らのうちにおいてその二つは、あるいは矛盾し、あるいは一致しながら、常に応用たる潮の流れを支持していた。そして彼らの周囲には古き世界の伝統があった。伝統に対する奉仕者らが、新生同盟の協力が、けれども彼らの心の奥には、パリの裏長屋の片隅には、自由とナポレオンの一体の神が常に祀られていた。1830年7月の革命は、また1832年6月の暴動は、そこに沈んだ潮の流れの表面に現れた一つの波動に過ぎなかった。その動揺せる世潮の中を、一人の男が、惨めなるかつ偉大なる一人の男が進んでゆく。身には社会的栄罰を被りながら、周囲には社会の下積みたる不老階級を持ちながら、彼は全てを避けず、全てに忍従しつつ進んでいく。彼の名をジャン・バルジャンという。